くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日も可愛すぎてごめんなさい。自分で言ってんじゃねえよ。恥を忘れた奴は嫌だね。お前にだけは言われたくない。夏だし涼しくしてやろうか。消すぞ、この野郎。いや、涼しくはなりたいけど、どうか消すなんて言わないで。でも、本当に消えた人たちというのは、いるわけで。あわわ、消したの？消してない、消してない。消えたの。一緒じゃん。怖すぎます。わかった、わかった。じゃ、どんな風に消えたのか、今日はその話を霊夢にしてあげよう。はい、涼しくなる程度でお願いします。ま、君にわかるように話してあげるから、しっかりついてきな。テーマは、神隠しだ。合点承知。まずは、テレビで放送されている失踪事件等々。ざっとニュースにならないものまで含めると年間行方不明者っていうのは何人ぐらいになると思う？え、そんなの知るわけないじゃん。少しは考えろよ。そこが大事だろ。ん、じゃ、5000人。違う。もっと。ん、じゃ、1万人。じゃってなんだよ。いいよもう。答えは8万人から10万人。10万人。そう。だから、この数字から見るに、意外と身近に神隠しってのはあるとも言えるね。そうだね、無縁とは言えないね。てか、行方不明イコール神隠しというのか？そこが少し難しいところなんだけど、一般的には家出や受験生などが忽然と姿を消してしまう行方不明事件のことを神隠しと言うんだ。へえ、そうなんだ。知らなかった。大変勉強になりまする。うん。そして、神隠しってことで有名なのは、やっぱり千と千尋だよね。そうそう、自分もよく知ってるよ。あれはトンネルをくぐったら姿が消え、全くの別世界別次元に行ってしまうという話だったね。そうね、宮崎駿ファンタジー満載の素敵な映画だったよ。両親が豚になるってやつでしょ？興行収入もやばかったね。豚と興行収入だけは覚えてんのかよ。まあ、あの映画で神隠しというのは一般的に認知されるようにはなったんだけどもね。本物の神隠しに関しても、映画同様、舞台は山や林、森などが多いと言われているんだ。他には神社も多いね。昔ながらと言ってしまえばそうだけども、神隠しというのは古今東西、神域度の高い場所で多い気がする。だって、神様や物のけの仕業としか思えないような不自然な状況で人が消えるんだからね。こわこわ。日本において神隠しが多い理由の一つには、昔の日本はあぜ道などが多く、交通網が整備されてなかったっていうのもあるんだ。ブルブル。そんな田舎で起きるもんだから、山の神や森の神の仕業であると考えられていたのはある意味自然なことだよね。だから、山の神、つまり天狗や鬼の仕業ということで、天狗隠しや鬼隠しとも呼ばれていたんだ。おお、まるで民族学や。また、神隠しに会いやすいのは、小さな子供や老人、知的障害の人や産前産後の女性などとされているのも興味深いね。おお、わらべ歌の子供取りやね、まるで。それは、また別の話だし、別の機会にでも。とにかく、今日は、忽然と姿を消してしまった神隠し5000を順番に紹介するよ。一つ目は、1998年5月赤城神社で起きた失踪事件。ふむふむふむ。群馬県を代表する赤城山は、標高1828メートルで、緩やかに広がる山裾が印象的な山なんだ。その中腹に宮沢赤城神社はある。創建は平安時代。平野正門の乱を鎮圧した藤原氏も参拝したことが有名で、そのことにより多くの武将たちに崇拝されてきた隠し北垣神社なんだ。おお、なんか凄そうな神社や。この歴史ある神社で事件が起きたのは、1998年5月のゴールデンウィーク中のこと。千葉に暮らしていた主婦の S さん当時48歳は、夫、義理の母、おじ、おば、娘、孫の7人で参拝のため神社を訪れていたんだ。ちょうどその頃、神社へと続く参道はツツジの名所としても知られていて、ゴールデンウーク中ということもあり、多くの人で賑わっていたんだ。ツツジの咲く頃、なんか雰囲気あるわ。しかし、その日の天気は雨。そのため、神社への参拝はおじと夫だけが行くことになり、のりこさんら5人は車の中で待機していた。だが、しばらくすると急にのりこさんも参拝に行くと言い出し、賽銭代の101円だけを持って、二人の後を追うように神社の方へと向かった。のりこさんが車を出た直後、娘が子供をあやすために車外に出たが、その時しっかりとのりこさんの姿を目撃。のりこさんは参道へと向かわず、駐車場から神社へと続く林道の中で佇んでいたという。その時はしっかりと林道にいたことが確認されてるんだね。うん。しかし、この娘による目撃を最後にのりこさんは忽然と姿を消し、そのまま家族の元へは戻ってきていない。家族は付近を探したが見つけることはできず、すぐに警察に通報。
地元の消防団も含めた大規模な捜索が10日間にわたって行われたが、のりこさんは現在も見つかっておらず、未だに真相はわからないままなんだ。マジか。本当の神隠しや。続いて二つ目。わずか40秒で子供が消えた、A 君行方不明事件。40秒かいな。これは、1989年3月徳島県佐田光町の親戚宅にやってきていた A 君当時4歳が、親が目を離しているわずか40秒の間に忽然と姿を消してしまったという事件なんだ。ふむふむ、繰り返しになりますが、40秒。この家族は茨城県牛久市に在住で、家族は5人、父母長女 A 君次男高生。お父さんが子供たちを連れて近所に散歩に出かけ、一度家に帰ってきたが、深夜君はまだ散歩をしたい様子。しょうがないな、と思ったお父さんは、抱いていた次男を妻に手渡しに家に入った。そして玄関に戻ってみるとそこにいたはずの、深夜君が消えていた。この間、わずか40秒。消えた長男 A 君。ほんまかいな。お父さんは急いで家の周囲を捜索。だが、A 君の姿は見当たらない。お父さんは助けを求め、地元の消防団なども捜索に加わったが、見つからない。もっと捜索人数増やすとか範囲を広げるとかすれば見つかるさ。そう。そこで警察にも連絡をして、総勢200人を動員した。近所だけではなく裏山で迷子になったことまで想定し、山間部を3日かけて捜索したが、ついに見つからなかったんだ。目撃証言もなく、近所で事故が起こった形跡もないことから、40秒の神隠しと言われているんだ。次は、岡山県新見市にある洞窟で起きた、岡山地底湖神隠し事件。洞窟地底湖？それはまたレアだね。珍しい場所ではあるよね。この事件は洞窟に5人の大学生が探検しに行った時に起きたんだ。いわゆる洞窟探検ね。この洞窟はめちゃくちゃ大きくて全長1600メートルもあり、往復には6時間かかるんだ。そして、最後の行き止まりには、32メートルの地底湖がある。ここで神隠しが起きた。奥まで泳いでいき、行き止まりの壁を一人ずつタッチしてくるっていう遊びをしていたんだ。そのうちの、男子学生一人が奥まで泳いでいき、着きましたー、と言ったのを最後に消息を絶ったんだ。声は聞こえたのに30メートル先に存在は確認されてたんでしょ？洞窟内は真っ暗だから、姿は確認できてないんだけど、4人は確かに声を聞いているんだ。それで、そこから戻ってこなかったの？待てど、暮らせど戻ってこないから4人は退却して、調査隊に任せたんだ。当初は狭い地底湖内のことだからすぐに見つかると思われていたんだけど、ついに発見されなかったんだ。4つ目は、立ち止まる警察犬タケノコ掘り行方不明事件。これは、2005年4月、香川県坂出市において、タケノコ掘りのイベントに参加していた B ちゃんがもう1本取ってくると母親に残し行方不明になった事件。タケノコ掘りですか。やはり、山とかが多いね。この日、同行室に一緒にいた母親がいなくなっている娘に気づき、急いで捜索。同日15時45分、早々に通報を受けた警察が現場に到着し、21時頃まで捜索が行われるも発見には至らず。その後、大規模な捜索になり、警察犬が導入されたんだ。おお、なんか期待大。しかし、どの警察犬もある場所でピタリと動きを止めてしまうんだ。つまり、B ちゃんの痕跡は途切れているという解釈になるんだけど。それは、なんか不思議やな。そう。だから、神隠しだとか、大型の鳥類にさらわれたのではないかという説も存在しているんだ。もう、なんだかゲゲゲの鬼太郎の世界だな。最後は、現代の神隠しと言われた高原キャンプ場女児行方不明事件。現代の神隠し。これは、岐阜県郡上市の高原キャンプ場を学校行事で訪れていた時に起きた事件。C ちゃんがいなくなったのは、グループでキャンプ場の遊歩道を歩いていた行事2日目の午前8時頃、仲良く談笑しながら歩いている C ちゃんを最後に校長が目撃している。それから？しかし、その目撃からわずか10分後グループがテントに引き返してくる。中には泣き出している生徒までいる。生徒たちに聞いても、いついなくなったかの証言がバラバラ。もとより、パニックになっている生徒もいたぐらいだ。それはそうだよね。その後、地元警察の懸命な捜査が行われるも発見には至らず。無念や。これらのように、日本ではいくつもの神隠しの事例が報告されているんだ。事件性が全くないものから、誘拐など疑わしいものまで。そうか。自分らが知らないだけで、全国にはいくつも事例があるんだね。神隠しかと思いきや、ひょっこりと戻ってきたのもあるしね。いやー、今日はいい話が聞けましたわ。勉強にもなったし、涼しくもなったし。まさに一石二鳥や。そいつは良かった。
ちゃ。またなんかあったらレクチャーするぜ。合点承知。それでは、また会いましょう。